はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は1週間のまとめということで、9月13日から9月19日の間のね、ガチャを見て、まあ、個人的注目のガチャはこれということでやっていきたいかなと思います。今週はちょっと弓が多かったかなという感じですね。まあ、画像にも出ている通りオーリオンとアポロですね。まあ、弓が2人、来てますよと、まあ、メインのガチャとしてね2人来てますよというところで、まあ、あとはねキラ多彩とかね MR アバターのラッキースター形式のねガチャとか、あとは MR のねラッキースター形式のガチャとか来ていますので、まあ、この中でですね、今週1週間だけを見てガチャ引くならこれっていうところをね、ちょっと見ていきたいかなと思います。ということでゲーム画面出しまして、まずはオーリオンですね。まあ、個人的に、まあ、オーリオンの個人動画、解説動画ね出してもいるので、まあ、そちら詳しくやってるんで見てもらえたらなとは思うんですが、まあ、オーリオンね流血使えて盲目使えて、で発光スキル2にもありますよというところで、まあ、火力が出るタイプですよね。で工芸とかとね、まあ、似てるかなというところで、ボスとかにかなり火力出そうなタイプになってます。特にスキル2がねこう、火力出そうかなと。で、あとは神器持ってますよっていうところですね。神器持ってて、まあ、抵抗、冷血ですね。このあたり持ってるよと。で、日陰があるんでね、日陰でだいぶ耐久できるかなと。で、制裁もありまして。で、あと残影ね。これ復活後しか入れないんですよね。残影があるよと。で、諸行があるんで、生後バフ守れるよというところもあります。っていうのがね、まあ、オーリオンかなと。まあ、簡単にね、見ていきました。で、まあ、オーリオンね、はい。基本的には復活後しか残影入れないよってところなんですが、ここでアポロですね。アポロ毎ターン行動前、自身の弓将味方3人に残影つけられるよっていうところで相性いいですね。まあ、唯一のねオーリオンの唯一って言っていいのかあれですけど、まあ、弱点のやっぱり最初に残影入ってないよってところはアポロで補えるかなっていうところで、相性はやっぱ弓同士なんでいいですよね。まあ、ただこうやってアポロみたいにシナジー効果ね、弓将同士でシナジー効果があるよってタイプではオーリオンはないので、まあオーリオン単体で使うこともまあ可能かなとは思うんですが、まあ個人的にはあんまり、単体で使うのはおすすめしないかなと。まあ使うのであれば、まあアポロとかねスサノオと合わせて弓将パーティーで使う方が、まあ強いのは強いよねと。まあ弓パーティーはやっぱそうですよね。弓編成はやっぱ弓で固めた方が絶対強いので、まあオーリオンもそういう使い方になってくるかなとは思います。でアポロね、神器もちろんありますし、さっき言った残影ね、これ自分にもかかるし弓将味方3人もかかるんで、まあ4人まではかけれるよっていうところです。で、兼任もありますというところですね。まあ、あと面白いのはコピーできるかなってここですね。攻撃者の有益と生後状態の全コピーがありますよというところで、あとバリア回復ね。バリア回復もでかいかなと。まあ、これが致命傷を回避した時の効果にはなるんですけど、全解除、異常状態全解除、HP80% 回復からのバリア回復ね、これ面白いなというところですね。で、あと全コピー持ってるよというところです。で、攻撃方法も結構強くてね、まあ、この幸運があるんで、神器と合わせて攻撃力上がってて、会心率も上がってて、状態性もダブルで上がってるよというところですね。で、敏捷値も上がってるよってところで、持ってるものがやっぱアポロ強いですよね。なので、今でも弓の中では、まあ、やっぱ一番手争うんじゃないかなというところ。で、冷血でさらに会心率上がってると。で、攻撃引きつける効果系のものを無視できるよというところですね。で、制裁があり、箱ありますよと。まあ箱あるんでね、やっぱり火力出ますし、まあスキルには特に目立ったバフデバフないですけど、まあ攻撃力はまあやっぱありますよね。会心発生すれば最大プラス6になって12回攻撃で、攻撃回数も多いですしというところで、やっぱアポロは今でも全然トップクラスの、弓将の中でもトップクラスかなって感じはしますね。で全体的に見てもアポロは全然トップクラスなので、まあ、普通に強い、まあ、主軸になるかなってところですね、弓パーティーのね。で、あとはスサノオがいれば完璧でしたけど、スサノオはまあこの今回いないっていうところで、まあ、やっぱアポロ、オーリオンいるんで、弓パーティー組む方はまあこの辺メインになってくるかなと。まあ、弓パーティー組んでる人はそもそもアポロ持ってるよねって話ですので、まあ、枠が空いてればオーリオンありかなって感じがします。
ただ個人的注目はこの2人ではなくて、まあそれなぜかというと、まあ一応ね、僕の動画ではビカキンさんまで目線っていうところで、まあムカキンさんとかね、ビカキンさんあたりを対象にしているので、弓章ってどうしてもね、来るタイミング的もあるし、まあ周年の前後に弓が来たりね、まあ強い副将のちょっと後に来たりとか、アポロとかね、スサノオとかもそうだったんですけど、ちょっとタイミングがずれたりするんですよ。なので持っている方っていうのは、まあ再販はちょっと除外して、弓章パーティー組んでる方っていうのはやっぱり廃課金の方が多いかなと思います。まあ昨日のランキング動画見てもらったら分かるんですけど、4ヶ月間で弓パーティーが一気に流行して、今まで弓ってランキングにも入ってこなかったんですけど、まあ人気副将ランキングのね、ランキングに入ってこなかったんですけど、急に弓が結構顔出し始めましたよね。っていうところで上位の方はやっぱ武将パーティーがまあ最初スタメンとかに出てきて、後半弓パーティーが出てくる、またその逆かな、スタメンで弓が出てきて、後半で武将パーティー、まあ、シナジー持ちが結構組まれた中で出てくるって、まあ弓パーティーで11人は全員無理なので、まあ弓と武将で組んでくるっていう方が多かったですね。なので、まあ廃課金の方はアポロとかね、スサノオとか持っている前提で、まあ枠が空いてればオーリオンワンチャンかなというところですかね。ただまあビカキンさん目線で言うと、ちょっと弓章は僕はおすすめしてなくて、アポロとかそのもちろん強いんですけどね、そこに手が回るかって言われると回らない。まあオーディンとか取った人はね、回らないよっていうところがあるので、まあオーディンとか捨ててアポロスサノオとかも弓パーティー特化でやってますよって方はもちろんいいんですけど、やっぱオーディンとかに手出しちゃうとアポロとかね、スサノオとか手に入らなかった方もいると思うので、まあ再販で取ったよって方もいるかもしれないですけど、ちょっと僕はおすすめしてませんとなると、じゃあ誰になるのかってとこなんですけど、まあガチャの順番的に言って、まず MR のガチャ、まあ特にこの辺はないかなと。もうみんな花嫁待ちですよね。花嫁、ま、持ってる子もいますけど、基本的には花嫁待ちで、まあ強くなるのを待つ。で、ただ最近ちょっと花嫁も期待が持てないので、まあ今のタイミングで来る花嫁はちょっと残念感があるかな。まあ利子とかね、大谷氏とか来ましたけど、もっと強くなるかなって、やっぱみんな期待値あったかなと、僕もありましたと思いますが、まあちょっと、みんなの期待値には届いてないかなってところですね、花嫁ね。なので今のこのタイミングで来る花嫁はちょっと不遇かなって感じがします。となると、この MR アバターガチャですね、 MR アバターガチャで、まあまずいいことを言えばダッキーですよね。まあバッファー系で、まあもちろん僕も持ってますが、まあバッファーで蓄力かな、まあ、蓄力バッファーの一人になりますというところ、まあ、個人的にはこのキュートがね面白いかなと。この復活不可にするねキュート、まあ、対人ではもちろん使いにくいですけど、次回でね大活躍するよっていうところで、このキュートね面白いかなと思います。で持ってないとね使えなかったりするんで、次回はね。で蓄力バッファーたくさんいますけど、2人までは持ってても平気だと思うので、まあ、2人目の枠でまあダッキーいてもいいかなって感じは個人的にはしますね、っていうのがまず一つ。ただ僕の勧めはダッキーではなくてですね、まあ、もう一つ、まあ、注目のヨーユーキーですね。まあ、ヨーユーキーも MR で同行者あるので連携スキル持ってるんですよね。で、まあ、もちろんこの子自体も性能的には強いですし悪くはないんですが、やっぱりこの連携スキル、花言葉ですね、まあ、これをつけられるよっていうところで、まあ、異常状態をね無視できるものなので、これもねやっぱ相手の嫌がらせ対策、最近多いですもんね、紹介とかね脅威とか、まあ、そのあたりを対策できる花言葉持ってるのは偉いかなっていうところで、まあ、余裕気も MR アバターにするのはありかなって感じはしていますが、まあ、この子でもなくて、じゃあ誰なのってなると猛角ですね、まあ、個人的おすすめは猛角になります。まあ、もちろん強いのは強い、まあ、それは当たり前なんですけど、この子がいいのはね、やっぱり HP 装備でも使えるよというところですね。まあ、このアカウントではまだ取ってはないんですが、メインアカウントではしっかり持ってて、まあ、HP 装備で使ってるんですけど、 HP 装備で使えるっていうことはね、メインでまあ普通に装備がっつり強化して使ってもよし、じゃあ他の強い副将手に入れたからそっちに装備移して、あ、もう格使えなくなったってこともなく、 HP 装備で普通に使えると、普通に強いんですよね。っていうところで腐らないっていうところはね非常にいいかなと思いますので、
まあ個人的に今回のガチャ1週間だけで言うのであれば猛角おすすめかなとは思います。まあ再販も3回目なんでね、なかなか手出しづらいっていうのはあるかと思いますが、今週1週間だけで言うとですね、個人的には猛角おすすめかなと思います。まあスキル的にもね悪くないですしね。でまあ孫権みたいなね、感じで使えるので普通に強いですかね。まあ烈人とかもありますし、花言葉あって抵抗あってね、夢中もあって、まああと援護もあるよというところで、まあ普通に強いですよね。うん、束縛も使えるんでね、なかなか嫌がらせ性能も高いですしっていうところで、まああと皮肉も使えますしね。うん、攻撃引きつけたりすることもできますよと。で援護でもちろんね反射もできたりとか、流血もまあちょっと賭けになりますけど狙えたりっていうところもあって、なかなか HP 装備でも強いので、まあ、孫権みたいな使い方が、まあ、さっきも言った通りできますので、孫権とね、猛角に関してはですね、まあ、HP 装備でね使えていけるっていうのは、まあ、一つ強みかなというところ、まあ、個人的にやっぱ注目しているのは HP 装備で使えるかどうかっていうのが一つと、あとは連携スキルが使えるっていうか、まあ、あるかどうかっていうところですね。まあ、連携スキルがあるだけでやっぱり、本体が使えなくなっても連携で使えるよというところをですねもうあるし、これも腐らない要因の一つですし、猛角みたいに HP 装備でも活躍できるよっていう副将はやっぱり腐らないですし、装備いらないってことですからね。まあ HP 上げる装備は必要ですけど、がっつりした装備はいらないっていうところはやっぱりコストの削減にもなるしっていうところで、まあ僕たちはねやっぱり強い装備をそんな何個も作れるような感じではないと思うので、環境ではないと思うので、まあせいぜい 2,3 人強い装備つけれる副将がいて、残りの、まあ、闘技場でいうと11人は必要になってくるので、副将が、まあ、そのうち3人は、まあ、エース級の活躍ができて、まあ、残りはちょっとバッファーとか、まあ、ちょっと装備が劣るかなみたいな副将になってくるので、そうなってくるとやっぱ HP 装備で活躍できる猛角とか孫権っていうのは非常に枠埋めてくれるのに助かるかなというところで、まあ、HP 装備で活躍できる子っていうのは積極的に取っていった方が個人的にはいいかなと思います。まあ、そういう子は大抵ね本体も結構強くて、ガッツリ装備させても強いですし、 HP 装備でも活躍できるよってい う面があるので、まあ孫権とかもそうですけどね。うん、なので、まあ、この2人に関しては、まあね、全然狙ってもいいのかなって感じはしています。で HP 装備でね、まあ今全然闘技場でも活躍してくれてますし、お城でもね、エースの後ろに、乗っけて編成しているだけで、強さ増しますしっていうところで結構助かっている面が多いかなとは思います。まあ、あとはシナジー効果があるかどうかっていうところも大事なポイントになってきますが、猛角はそこは持ってないんでね、まあ、HP 装備っていう条件で引っかかるっていうところで、まあ、持っててもいいのかなって感じはします。なので、まあ、今回個人的なおすすめは猛角になります。この1週間だけで言えばね、猛角になります。まあ、ただ、まあむちゃくちゃ課金できるとかね、まあ、弓特化で武将とか入れてないよと、弓特化で今組んでるよって方はやっぱアポロオーリオン、まあ、そういう方はアポロ持ってると思うんでね、まあ、オーリオンもまあな工芸の代わりとかになったりするかなとも思ったり、しますが、まあ、ただ弓って結構最近出てきてるのでね、オーリオンより使いやすい、弓っていうのもいると思います。なのでまあ枠が空いてればって感じになるかな、オーリオンに関してはね。でアポロに関してはもう今更取る方って結構少ないのかなとは、もう再販も4回目とかになってくるのかなになってきますし、あとスサノオがいないとね、まあ、ちょっと残影消されたりしてちょっと嫌だなっていう部分もあるので、スサノオ持っててアポロ持ってないって結構稀だと思うので、そういう方ぐらいじゃないですかね取りに行くのはね。なのでまあ、今週に限っては、まあ、猛角かなと個人的には思います。まあ、この後のガチャに関してはリアリティがね UR1000 とか UR になってくるんで、まあ、特に見てはいかないですが、まあ、今回はもう本当にね猛角がいいかなと個人的に思います。はい、ということでチャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでー。